習近平、ついに部下からも長老からも裏切られてしまいました。これまで習近平を支えてきた人民解放軍にとんでもない異常事態が起きています。それは部下からの裏切りとアメリカへの情報流出、中国の核兵器に関する機密情報をなぜかアメリカ軍の研究所がゲットしちゃっているんです。散々他国にスパイを送り込んで情報活動を行っている中国ですが、逆に国内の重要機密が流出。その内容は報告書として公表されており、中には軍高官しか知り得ないようなトップシークレットすら含まれていました。どう考えてもわざと情報を売り渡したとしか考えられないんです。この中国軍の裏切りに加えて、最近は政治界の長老たちもプーさんのあらゆる政策に対して異例の警告を発する事態に陥っています。今の習近平は上からも下からも見放されているんです。まあ自業自得ですけどね。一体今中国で何が起きてるんでしょうか。というわけで、今回はこの軍と長老による2つの裏切りについてご紹介します。それでは行ってみましょう。2023年7月末、人民解放軍のロケット軍で前代未聞の異常な人事交代が行われました。ロケット軍はかつて第2砲兵部隊と呼ばれた各通常ミサイルを扱う組織で、現在は陸軍や海軍、空軍に次ぐ中国第4の軍という位置づけになっています。かつては特殊部隊という扱いだったのを現在の立ち位置にまで引き上げたのは他ならぬ習近平自身。このことからロケット軍が非常に重視されていることがわかりますが、昨年夏の人事交代は2つの意味で異常なものでした。一つは短すぎる在任期間。解任された前司令官の在任期間はわずか1年半、歴代司令官が5年程度だったことを考えるとあまりに唐突すぎたんです。さらに後任者の選択も異常でした。次に司令官になったのは海軍出身の汪興斌氏。ロケット・ミサイルの運用に関わった経験が一切ない全くの門外漢だったんです。これでは指揮なんて取れるわけがありません。陸から敵国に向かって長距離ミサイルを放つのと、海上の艦艇から比較的短距離のミサイルを敵艦に放つのとでは全く話が変わってきます。実際これまでの歴代司令官たちは前任者も含めて全員が叩き上げの軍人たちでした。入隊後すぐに第2砲兵部隊に入って数十年にわたって運用経験を磨いてきた人物だけだったんです。少なくとも過去の中国もロケット軍の指揮を取るには長い経験が必要だと考えていたことがわかりますよね。だからこそ今回の人事交代は前代未聞の異常事態だったんです。その背景にあるのは冒頭でお話ししたアメリカへの情報流出。2022年10月、アメリカ空軍大学の中国航空宇宙研究所は人民解放軍ロケット軍組織図と題した255ページにわたる報告書を公表しました。そこに記されていたのはロケット軍の兵器や人員がどこにどう配置されているのかという機密情報。小さな部隊についても指揮官や幹部の名前や写真まで掲載されており、各基地に配備されたミサイルの種類や数すら網羅されていました。もちろん核兵器についてだってバッチリ。アメリカは中国の核戦力を丸裸にしちゃったんです。衛星写真だけではここまで詳しい情報を調べ上げることはできません。さらにロケット軍全体の情報が網羅されていることを考えたら、下級幹部が情報を売り渡した可能性も否定されます。つまりアメリカが手に入れた情報はどう考えてもロケット軍の高官が漏接させたものだったんです。ここまでくれば異常な人事交代の理由も納得できますよね。前司令官本人かその部下が情報を流したわけですから、わずか1年半で解任されるのは当然です。実際前任の副司令官は人事交代の直前に病気で亡くなっているんですが、台湾香港メディアは自ら命を絶ったあるいは粛清されたと報じています。真偽は不明ですが、確かにあまりにもタイミングが良すぎますよね。またこの副司令官以外も
多くの高官が軍による取り調べを受けているそうです。少なくとも中国軍は情報を流したのがロケット軍の幹部らだと断定しているんでしょう。そう考えれば新司令官に海軍出身の門外官が就任したことも説明がつきます。後任をロケット軍から選べば今後も情報漏洩が続くかもしれないからです。事実、昨年夏の事例では司令官の他に政治委員も交代させられています。政治委員というのは軍の命令ではなく党の命令に従う役職で、部隊に命令を下すのには司令官と政治委員2人の合意が必要となっています。司令官と対等、場合によっては司令官より上の地位にあるのが政治委員なんです。そんな重要な立ち位置にある政治委員に就任したのは空軍出身の女性政大将でした。ここでも門外漢かよって話なんですが、それ以上に注目したいのが彼には習近平と個人的なつながりがあること。女性政は福建省勤務時代の習近平と一緒に軍関係の仕事をしていた技量大将が相当に可愛がっていた人物なんです。要するに個人的な信頼関係のある軍人の子がよ、習近平はロケット軍のトップに据えたんですね。叩き上げが信用できないからこそ信頼できる門外漢がトップに立つことになったわけです。しかしこんな状況ではロケット軍全体が円滑に行動することなんてできません。上は下を信頼していないし、下も自分たちが信頼されていないことを分かっている日本の前川なんとかしじゃありませんが、面従腹背の状況になるしかないでしょう。密接な連携関係なんて鼻から不可能です。そしてさらに重要なのが習近平の権力基盤がボロボロになっていること。ロケット軍はプーさん自身が第4の軍に引き上げたいわば飼い犬。ところがその可愛がってきた部隊がアメリカに機密情報を横流ししてしまったわけです。まさに飼い犬に手を噛まれた状況ですよね。情報漏洩の犯人が一体どういう考えで実行に至ったかは分かりませんが、中国あるいは習近平を見放してしまったことは間違いありません。プーさんの一強体制がいかにボロボロになっているかが分かりますよね。しかも習近平は下からだけじゃなくて上からも見放されているんです。独裁者である習近平に上なんているのかって話ですが、法的にはいません。しかしかつての国家主席を筆頭に今の中国を作り上げてきた長老たちの意見を無下にすることはできないんです。そしてそういった先輩たちからのお小言を聞かされる場が北戴河会議。これは渤海山東半島の北にある避暑地の北戴河地区で毎年夏に開かれている非公式会談で、現指導部と旧指導部が政治の重要問題について話し合います。簡単に言うと先輩たちが後輩に文句を垂れる場です。それと一緒で現職後輩は長老たち先輩の苦言を無視できません。実際胡錦涛政権時代には SARS で国民が苦しんでいるのに政治家が避暑地に集まるのはいかがなものかということで北戴河会議は中止されていたんですが、長老たちからの反対によって復活しています。少なくともそのくらいには強い影響力があるわけですね。しかし2023年夏の北戴河会議は異常でした。日経新聞の報道によると現在の政策について異例な強さで警告が与えられたそうです。会談直後、習近平は部下にこう当たり散らしたんだとか。過去3代の政権が積み上げた問題が全て自分にのしかかってくる。解決のために私は10年も頑張ってきた。だが問題は残ったままだ。これが全て私のせいだというのか。要するに俺だけが悪いんじゃない、お前たちが残した負の遺産も原因だろってことですが、その剣幕に側近たちは震え上がったんだとか。そして習近平がここまで激怒した理由はあらゆる政策が批判されたからでした。これ以上中国を混乱させてはならないとして、経済政策からプーさんへの個人崇拝政策までもう何から何まで批判されたんだそうです。詳しい内容については漏れていないんですが、
キヤノングローバル戦略研究所は、出席者の親族による証言として、このような発言があったと報じています。修道士に意見がある。改革開放政策は国策の大前提であり、堅持しなければならない。平和的発展の道を歩み続けなければならない。実はこれ、習近平を全否定しているんです。開放改革政策は、鄧小平が始めたもので、単純に言うと、共産主義の実現より、資本主義的な経済発展を優先するというものでした。そのために、外交面では、平和的発展を掲げて、他国との対立を中国目線では避けてきたわけです。一方、今の中国がやっているのは、平和的発展なんてどこにもない戦狼外交。経済政策についても、民間企業の育成を目指す改革開放とは、正反対の国有企業優遇方針をとっています。改革開放政策は国策の大前提であり、堅持しなければならない。平和的発展の道を歩み続けなければならない。という言葉は、プーさんが10年間やってきたことを正面から全否定しているんです。そりゃ激怒しますよね。しかも、こう言い放ってきた相手は、恩人の中の恩人である宋慶子第8代国家副主席でした。実は、この人物こそ、習近平を政界のトップに引き上げた大恩人なんです。二人は、もともと、大使党と呼ばれる有力党員の子息として、個人的な関係があり、慶子お兄さん、近平と呼び合う関係でした。そして、祖師が、2008年に国家副主席を引退することになった時、その席に、当時は、上海市の書記でしかなかった習近平を強引にねじ込んだんです。その後の栄達については、説明するまでもありませんよね。要するに、地方でくすぶっていたプーさんを中央に引っ張り出したのが宋慶子なんです。粛清したくてもできるわけがありません。実際、この事件の後、台湾、香港メディアでは、報復が行われるのではといった報道が続きましたが、今のところ、そういった措置は行われていないようです。粛清したくてもできないからこそ、部下に当たり散らしたんでしょうね。もっとも、ポジティブに考えたら、この事件は、大先輩からありがたいご指導を賜っただけの話。むしろお礼を言うべきところなんですが、プーさんには、そんな心の余裕はなかったんでしょうね。それこそ、プーさんを検閲するような心の狭さなんですから、当たり前かもしれません。さて、このように、現在の習近平は、上からも下からも批判されまくりで、その一強体制も土台から崩れそうになっているわけですが、その根本的な理由は、やはり、経済の停滞にあります。最近の中国経済は、不動産バブルの崩壊で、どん底へ真っ逆さま状態ですが、それを作り出したのは他ならぬ周知から自身だからです。というか、プーさん自身も、経済政策の誤りを認めています。一時は、飛ぶ鳥を落とす勢いだった中国でしたが、いよいよもって経済を支えていた不動産が崩れ、今では共産党政権でさえ、その正確な負債額が把握できないほどだそうです。関係国なら、誰もが分かっていた中国経済の終焉でしたが、絶対に自国の非を認めない同国だけに、詳細なデータなどは全て隠蔽されていました。これまでなら、習近平国家主席や中国共産党を批判しようものなら、すぐに逮捕されていたのですが、なぜか、最近では、批判をしても様子が違うようです。本当は、それほど経済的に追い詰められ、中国経済の終わりが始まったとも囁かれています。同国の習近平国家主席は、2023年12月31日に行われた新年に向けたテレビ演説の場で、経済の勢いを強化して雇用創出を実現する方針を表明しました。一部の企業と国民にとって、2023年は困難な年だった。として、中国が逆風にさらされていることを認めたのです。習近平氏国家主席は、これまで中国経済は上向いていると言い続けてきましたが、このような公の場において、初めて中国経済が苦境にあるとマイナス発言をしたのは異例でした。それでも、演説の中では、同国の成果を誇示していたようですが、一部の国民は、仕事を見つけることも難しかった。と指摘したのです。そして、
景気回復の勢いを強めていき、着実かつ長期的な経済発展ができるよう努力すると表明しました。さらに政府の目標としては、国民によりいい生活を提供することだとし、子どもの養育と教育、若者の雇用と成功、高齢者の医療と介護を挙げています。政府が目的にしているとはいえ、中国国内では経済の悪化で子どもの養育費の捻出にも苦慮している状況です。そして有名大学を卒業した若者でさえ仕事が見つからず寝そべりを決め込む始末。その上、高齢者の年金もカットされ、満足に医療も受けられません。また人民日報では、習近平国家主席の発言について、一部の企業は苦境に立たされ、人民は雇用が不安定となり困難に直面していると報道しています。そのような状況に輪をかけて、水害、台風、地震などといった自然災害が襲いかかり、さらなる苦境が人々を押しつぶそうとしているようです。演説で習近平国家主席は、早急に経済回復へ向けた動きを取っていくと約束しているのですが、習主席の周りには経済に精通した人物はいません。どうするつもりなのか不安ですね。演説の中で企業、雇用、困難など現在の中国が抱える問題を表すワードが使われていましたが、ここで言う企業とはまさしく不動産のことなのです。さて、中国経済の悪化に大きく関係しているのが、不動産バブルが弾けたことではないでしょうか。2019年から2020年にかけて、習近平国家主席が長年にわたって行われてきた住宅不動産開発への支援を何を思ったか突然止めたことも崩壊の要因となっています。中国最大手として中国経済を引っ張っていた恒大集団や碧桂園、カントリーガーデンがデフォルトとなり、中国で不動産業界の動きが一変したのです。想像を絶するほどの未完成物件が残り、完成予定からかなり時間が経過した状態であるのに、工事はストップしたままになっています。まさに過剰な不動産開発を強引に行ってきた、ツケが回ってきたという感じですね。特に市の中心部から1時間ほどのところに位置する貴州省貴陽市の郊外、ここには50棟もの高層マンションが立ち並ぶ巨大団地が存在してます。多くの物件は投資用として購入されているため、実際に入居して住んでいる人は2割ほど、一見ほとんどがガラ空きでゴーストタウン状態になっているのです。中国の人たちは不動産価格は必ず値上がりすると聞かされていたこともあり、貯金の代わりに不動産を購入していたのです。後から投資以上の大金が戻ってくることを信じて、回収する日を楽しみにしていたのでしょう。実際中国では建物自体が古くなっても住まなければ新築で転売ができます。中古マンションの概念は日本とは異なっているのです。それゆえに中国においては、竣工して10年以上が経っても誰も住まなければ信じられませんが新築のままなのだとか。ですので不動産を取得する誰もが、竣工後月日が経っても建物は変わらず金額だけが上昇していくと思い込んでいたようです。さらにバブル崩壊の兆しが見え始めた頃から、上がり続けるはずの価格もだいたい2年で1割ほどの値下がりが見られ、傾く不動産神話に大騒ぎになっていきました。中国人としてはかなりの誤算ですからね。しかもこれは中国国内の一部の地域に限った話ではなく、中国全土に共通する問題でもあったんです。さらに不動産バブル崩壊となると、一時的に解消できるわけもなく、相当に長期的に影響することを覚悟しないといけません。今後ローンを組んでいる消費者だけでなく、銀行や地方行政庁などを含んだ大問題として膨れ上がっていくことが予想されます。中国経済を成長させていた業種といえば、不動産業に加えて製造業が挙げられます。日本でもメイドインチャイナの商品がたくさん見られますよね。ところが現在の中国では、その製造業は見る影もないのです。世界的な流行りもあるが、傾き始めた中国に見切りをつけた外資系企業が次々に撤退していったこともあり、今ではかなり悲惨な状況になっています。これまで中国は
重要な市場と公言して、多くの外資系企業が同国国内に拠点を置いていました。しかし、習近平国家主席と中国共産党がゼロコロナ政策のような無謀で無能な政策に走り、その後も理解不能な法律を次々裁定させていったのです。そのため習近平政権に見切りをつけた数多くの外資系企業はあっという間に撤退を始めました。世界の工場とまで言わしめていた中国ですが、なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。それは中国経済が不安定となり、習近平国家主席が身内からの反逆を恐れ、信頼していたはずの側近までを次々に粛清していき、激しく独裁色を強調したためです。そのため中国国内に外資を落としてくれる大事な企業にまで多大なリスクを及ぼすようになります。結局は当局にそっくり資産を奪われてしまってはいけないと、早々に工場や各店舗を閉鎖して引き上げてしまったのです。そして残ったのは、そのために解雇された大量の失業者でした。しかし、もともとはせっかく中国人に技術を教えても、そこに少しだけ手を加えて中国発の技術だと主張する国柄です。もう我慢の限界だったこともあったのでしょう。他国の技術を盗み取って自国の産業を発展させていた中国、その上に製造強国を名乗るために中国製造2025という自分勝手な政策まで打ち出してきたのです。多くの国家の産業政策は自国の経済的目標と国家安保の目標を達成するためのもの。しかし中国製造2025の場合は、同国は国家のために戦う強力な組織を構築し、先進国のハイテク産業の主導権を中国に置き換えることを狙いとしています。そのため当時のアメリカのトランプ政権下では、このような中国の姿勢を警戒し、デカップリングへと進んでいったわけなのです。デカップリングというのは、国同士の貿易に規制をかけて両国の経済を分断させてしまうことを言います。この流れによってアメリカは2019年には中国の深圳市に本社を置く通信機器大手メーカーのファーウェイをエンティティリストに追加しました。このエンティティリストには、アメリカの安全保障や外交政策上の利益に反する企業であると判断された場合に、その企業情報が記載されるリストのことです。現在のバイデン政権でも高度な半導体事業の輸出規制を行い、規制対象に指定しています。中国は経済大国へと成長する上で、人件費の高騰に加え、ゼロコロナ政策で製造拠点としての信用や魅力を失ったのは当然の流れと言えるでしょう。そして企業が衰退するということは雇用状況の悪化を意味し、習近平国家主席が演説で言った雇用生活が困難な人民につながっていくわけです。この場合、雇用が困難な人民という表現で曖昧にしていますが、これは特に若い世代のことを指しています。外資系企業の撤退で雇用の機会は大幅に減少し、国内景気の先行きも不安である上に、具体的な政策もない。このような状況の中で企業は積極的に新規雇用をするはずありません。しかも世界の誰も信用していない中国の公式発表では、若者の失業率は 24%、 実際はその倍くらいいるのではというのが国際的な判断です。大学生の間では卒業したら失業すると言われているようで、せっかく頑張って大学を出ても就職できないなんて、勤労意欲も失せて寝そべりと呼ばれるようになりますよね。仕事が得られず生活も困窮する。それは決して若者だけでなく国民全体にも影響が出ています。さらに所得の減少や失業率も日に日に悪化しているのです。もう外資系企業に頼ることができなくなってしまった以上は、自国で何とかしないといけないのですが、習近平国家主席のことでもあり、うまくやれるはずもないでしょう。中国がここまで経済を上げてこられたのは、間違いなく製造業のおかげです。これほどの成長を遂げてきた同国ですが、最近の景気低迷ぶりはしっかり数字にも表れています。中国国家統計局が発表した12月の PMI 数値は景気指標の一つです。 PMI というのは製造業購買担当者景気指数のことで、
その国の景気が一目で判断できるものだと言われています。この PMI 数値の目安となるのが50です。50を上回ると景気拡大となり、逆に下回ると景気後退と判断されるのです。昨年の中国における製造業は年間を通して低迷が続きました。4月から5ヶ月の間50を割り込んでおり、その後も PMI は50以下となっていました。中国には今まさに大規模な景気刺激策が必要なのですが、現在ではあの元気だった時の中国の姿はなく、決して回復に向かえるような余力が残っているとは思えませんね。どんどん破滅への道を突き進む中国で、ずっと警鐘を鳴らしていた人物が国内にもいました。その人は経済学者の魏建寧で、政府機関の一員です。彼はずっと中国経済がゾンビ化していくのではと言い、中国を心配していたのです。ちょっと恐ろしい感じのするゾンビ化というのは、すでに経済が崩壊しているにもかかわらず、そのことを隠して無理やり延命させていることを言います。魏建寧氏は中国経済が終わっているといった断定した言い方はしませんでしたが、かなり厳しいリスクを解決しなければならないと提言していたのです。さらに新型のウイルス政策についても酷評していて、全く計画もなしで打つ手打つ手のタイミングも悪い、そして対処する姿勢も間違っていると強い言葉で批判をしています。経済協力開発機構 OECD の定義では、ゾンビ化企業というのは創業10年以上の会社で営業収入による利払いが3年連続で滞っている企業だそうです。中国に存在するゾンビ化した企業が多いのは、それらが国有企業だから。地方に点在するゾンビ企業は地方政府や銀行から支援が受けられるので、なんとか会社は維持できているのですが、それは見えているだけでもはやお荷物状態になっているのです。ではなぜそんな国の負担になるような企業を政府は潰してしまわないのでしょうか。それは中国人はメンツを重んじるから。業績が不振でも倒産なんてさせてしまえば、政府の面目が丸つぶれになってしまいます。そのまま存続させれば、さらに状況が悪化するのは分かっていても、中国政府はメンツを保とうとするのです。しかしそんな企業を残しておいても、新規採用など検討されるはずもありませんし、雇用機会の増進にはなりません。多くの新卒者の就職希望先は IT テクノロジー、不動産、教育産業などですが、これらに属する企業は2021年以降中国政府にどんどん潰されているのです。去年アリババでは1万人以上を解雇しています。さらに中国最大の不動産開発会社の一つとなる恒大集団、3万人以上もの従業員を解雇していました。このように深刻なゾンビ企業が多い業種としましては、不動産、建築、鉄鋼、貿易と多岐にわたり、公共事業でさえゾンビ化が進んでいると言われています。ある電力会社の話では、2021年末現在、広東省には電力会社が507社もあった中から、なんと266社も姿を消しているのです。半数以上も強制的に退場させられたら、電力供給が追いつかなくなると思ってしまいますが、今でも十分に成り立っていることから、電力事業への参入はかなり過剰であったということがわかりますね。要はいつもの繰り返しで、補助金目的で電力販売に飛びついた会社が多かったということです。そう考えると、やはり人気は公務員でしょうか。しかし現在公務員を希望している若者が大勢いるにもかかわらず、就職できずにいる人たちが多いのはなぜなのでしょうか。2023年中国における大学新卒者数は1158人となり、過去最高を更新しています。しかしその新卒者が希望する企業への就職は困難を極めているのです。中国政府も2020年から公務員の募集を増やしますが、20万人の募集になんと770万人の応募があったのだとか。そして2020年といえば、パンデミックの影響で世界中に散らばっていた留学生160万人も一斉に帰国。これもかなり影響しているようです。
なんとか難関を突破して公務員になれたとしても、喜んで入られません。公務員といえど、今は安定とは程遠いのが現状になっています。実は、数多くある地方政府では、公務員給与の未払いが思うようにできず、数ヶ月単位で未払いが発生しているそうです。実は、不動産バブル崩壊の影響をまともに受けたのが地方政府でした。主要な財源を失い、今、まさに財政破綻を迎えようとしています。公務員の給与削減を実施するのは、中小の地方政府ばかりではありません。人口の多い大都市を持つところも同じです。経済の中心となる北京市や人口約1300万人を誇る天津市でも、公務員給与を 20% カットしたと SNS に投稿され話題になりました。中国で唯一黒字収支となる上海市でも大幅な給与カットが発生しています。430万円あった課長クラスの公務員の年俸はなんと260万円に減額。このように地方財政が持つ負債はなんと約1300兆ほどだと言われています。ちなみにこの債務を負っているのは融資平台という組織になります。融資平台は中国の地方政府傘下にある機関です。資金調達とデベロッパーの機能を兼ね備えた投資会社的な動きをしているのだとか。地方政府にとっての財源確保に重要な働きをしている融資平台。それは中国の地方政府は銀行から借り入れができないための苦肉の策としてできたとも言えるでしょう。ちょっと理解に苦しみますが、中国の地方政府は自給自足なのです。さらに中央から GDP 成長の目標達成ノルマが課せられるため、インフラ事業に手をつけたのでしょう。インフラ事業を行うには人員、材料、機械が必要となり、大量の資金が発生します。しかし地方政府は中央政府から認可された債券発行以外資金調達ができない仕組みに。そこで登場したのが融資平台で、銀行などからインフラ整備資金としてお金を集めているのです。負債はもちろん融資平台につきますが、実際は地方政府の母外債務です。そんなことの繰り返しで積もり積もった債券は1300兆円。これほどの金額が投資されたのも貸し付け先が地方政府だったことも大きいようです。国内投資が重要な財源となり、地方政府が行う事業だから大丈夫だという権力への圧倒的な信頼によって、融資平台は資金を集め続けていたのでした。資本主義社会においては、資産や金銭を持つ富裕層が力を持ち、仕事ができる人や懸命に努力した人が高い給料をもらい評価されます。しかし、社会主義国ではそのような評価基準はなく、中国では偉い人にごまをすって取り入るのが自分のためなのです。中国人にとっての政府はまさに不滅の存在。その裏付けがあるからこそ持続不可能な融資平台への投資が未だに行われているのです。そしてこの絶対的な権力がゾンビ企業を生み出す根源となっています。そもそも中国という国家を運営しているのが欲にまみれた権力者たちです。富の平等を隠れ蓑にして汚職と格差が広がるのなら崩壊することも必然だったのでしょう。これから中国がどのような結末を迎えるか大いに気になるところですね。さて、中国の現状を知った世界のネットユーザーから様々なコメントが寄せられています。その中から一部をご紹介しましょう。コロナ禍の賠償金問題もあるぞ。この先300年は無理。この国のいいところはすぐ動くこと、悪いところは引き際を知らずにやりすぎること。経済崩壊宣言、独裁者は責任取らないのかな。悪い時には悪いことが重なる。とどめは三峡ダム崩壊となるだろう。コロナ対策、不動産バブル崩壊、一帯一路破綻といい、習近平らの目玉政策は何一つ成功していない。にもかかわらず習近平が前例のない3期目を目指したのには理由がある。いかがでしたか。今回は人民解放軍ロケット軍と政界の長老たちによる裏切り、そしてその根本的な原因が
習近平の経済政策にあるというお話をご紹介しました。現在の中国経済は私たちの想像以上に悪化しており、公務員ですら給料の遅配や減額が理由でわざと仕事を遅らせたりする一種のボイコットを行っているそうです。しかも同じ事態が軍内部でも起こっているんだとか。ロケット軍の機密情報がアメリカに流れた理由も単なる金目的だったのかもしれませんね。部下からも長老からも見放されたプーさんが果たしてこの先生き残れるのか見ものですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。